ライジンは22日、28日に開催予定の超ライジン3埼玉スーパーアリーナのメインイベントの朝倉未来平本蓮戦で予定されていた手越祐也による国歌独唱を中止することを発表した。選手側からの要請やファンも含め反発があり、手越側に誹謗中傷が送られる事態に発展。協議の結果、手越から辞退の申し出があったという。ライジンは公式 X でリリースを掲載。弊社としてはこの一戦が少しでも世間の耳目を集め、より多くの方々に見ていただく方策として、このようなオファーをし、手越さんにはご快諾をいただいておりました。しかし、事前に我々から選手サイドへの説明不足もあり、大きな反発を招くこととなってしまいました。加えて選手からの一方的な発信に乗じた人たちから手越さんへ直接誹謗中傷やヘイトメッセージが SNS で送りつけられる事態となり、多大なるご迷惑をおかけすることとなりました。本当に申し訳なく思っておりますと手越に謝罪。手越さんには自分の大好きな格闘技、注目の一戦に花を添えられるのであればぜひという思いで引き受けていただいたにもかかわらず、ご不快な思い、悲しい思いをさせてしまったことをお深くお詫び申し上げます。もちろん手越さんご本人だけでなく、手越さんのファンの方々も傷つけてしまったことは、もちろん我々の本意ではありませんが、深くお詫び申し上げますと重ねた。このような状況を受けて、我々は手越さん側とも急遽話し合いを持ち、どのようにすべきかを検討をいたしました。手越さんからは、あくまで試合や選手が主役。僕は少しでもそれを盛り上げられればという思いで引き受けた。しかし、それが望まれていないのであれば今回の国歌独唱は辞退させてほしいというお話をいただきました。本来であれば、今回の国歌独唱をはじめ、試合周辺のプロモーションや盛り上げは選手ではなく弊社の判断で決めることという認識ではありますが、現状においてここまでネガティブな様相になってしまったにもかかわらず、手越さんや手越さんのファンに悲しい思いをさせてしまったことを押し通して、これを完遂するという判断には至りませんでした。本試合における国歌独唱は取りやめさせていただければと思いますと説明した。その上でまた手越さんからは、それでも朝倉未来選手と平本蓮選手の試合は、変わらず注目をしているし、二人には最高の試合をしてほしいと思っています、と、寛大なお言葉をいただきました。手越さんへの誹謗中傷やヘイトはおやめくださいと呼びかけた。手越の国歌独唱を目的に PPV を購入したファンには返金対応を行うという。国歌独唱をめぐっては朝倉未来は自身の YouTube で国歌独唱自体に対してなしにしてほしい、もともといらないと思っているタイプなんで、今回はタイトルマッチでもない、そこは理解してもらえると、と発言。平本は自身の X に手越に対して反発を示し、その後盛大に怒られましたとつぶやいていた。発表を受けて朝倉は関係者の方々、対応をありがとうございます。俺は俺の仕事を全うする。盛り上がり最高潮のまますごい試合見せると感謝を綴った。これは明らかに手越選手が被害者だと思います。運営側には真摯に反省してほしいです。それにベルトも必要ないでしょう。タイトルやベルトに関係なく、単に二人の因縁や生き様に基づく勝負が重要なのに、意味不明なベルトを無理に作ると興ざめしてしまいます。ドミネーター選手ではないけれど、余計な演出は不要です。入場からすぐに試合を見せてほしいです。なぜ格闘家たちは、自らの価値を低めるような行動をとるのでしょうか？格闘技はスポーツであり、街の不良とは異なると主張しながらも、SNS 上では彼ら自身のアカウントが無礼な言動で溢れています。アスリートとしての言葉遣いはさておき、
その投稿内容や考え方が明らかに反社会的であり、自分さえ良ければ全てよし、それ以外は誹謗中傷という態度が見て取れます。このような姿を見て子供たちに格闘技をさせたいと思うでしょうか？スポーツとして普及させたいと思うでしょうか？まず格闘家たちは人間性を鍛えるべきです。最も大きな被害者は正当に格闘技に取り組んでいる本物の格闘家たちです。手越さんに対する中傷についてですが、オファーを出したのはライジンであるため、ライジンに苦情を言うべきではないでしょうか。それに朝倉選手もわざわざ反応しなければいいと思います。とはいえ、世界戦などで日の丸を背負って戦う試合なら理解できますが、このような試合で国家斉唱を行う理由は一体何なのでしょうか。形式的なものなのかもしれませんね。運営側が準備を整えたのであれば、選手は SNS で批判を繰り返すのではなく、今後改善してほしい点について運営に直接話し合うべきです。決定事項があるなら、我慢するしかありません。たとえ選手ファーストの理念があっても、オファーを出した団体の選手から直接批判されるようでは、誰も受け入れたくないでしょう。朝倉や平本は金銭的な価値があるかもしれませんが、適切に管理しなければなりません。そもそも、戦績を踏まえてわがままを言える立場にあるのでしょうか。選手たちが国家斉唱を望まないかもしれませんが、気にしないのであれば、あっても問題ないのではないでしょうか。自分は地元の小さな町のスポーツ大会にスタッフとして何度も参加した経験がありますが、通常は君が代が流れており、誰もそのことに異議を唱えませんでした。言ってしまえば空気のようなものです。1分ほどの時間で心を落ち着ける良い機会でもあると思います。個人的には手越さんだから気になるのかなとも思いました。昔は派手なキャラクターだったけれども、試合を台無しにするような国家斉唱はしないでしょうし、格闘技好きな方なので、その点での心配は無用です。選手たちに何か悪いことをしたのでしょうか？手越さんがちょっとかわいそうに感じます。申し訳ありませんが、私の体験談をお話しさせていただきます。以前、とあるライブイベントにて、そのイベントの趣旨と全く異なるジャンルのスペシャルゲストを招くとの告知がありました。その結果、ゲストのファンが一斉に押し寄せ、ゲストが登場するシーンだけが盛り上がり、その後ゲストが退場するとともにそのファンたちも去り、ライブの残りの部分では空席が目立つという最悪の状況に遭遇しました。手越さん自身に和非はないと思いますが、もし格闘技に興味のない手越さんのファンが退去してきた場合、同様の事態が発生することは容易に想像できます。ファン層も含めて、やはり適材適所が大切だと感じています。